学校の体育の授業をビーチでやってるっぽいですね。ビーチバレーで学校の授業があるってすごいですね。割と他のビーチに比べると比較的小さいですけども、全然違う。これ、ね、街とかね、ビーチの綺麗さがすごいですね。そして何よりもおしゃれ。いやすごいね、これラグナビーチね。すごくこう意外に、まあ LA からちょっと距離あるんですけども、もう半日、まあ下手でも1日ぐらいね、ここでゆっくり過ごしてみるっていうのもすごいね。あのアートとかね、ギャラリー多いですし、もう観光してないね、地元の人もねゆっくりくつろげるぐらい、すごくねゆったりとした、まったりとした気持ちのいいビーチですね、このラグナビーチ。ちょっとね、街の様子なんかをねぶらり地散歩でお送りしたいなと思ってます。本当にギャラリー多いですね、このラグナビーチで。まあちょっとね、コロナの影響で店内での飲食ができないってことで、店の前にね臨時で食べるとこ作ってるんですけど、この臨時で作った割にはめちゃめちゃ綺麗ですね。かなり時間もお金もかかってます。もうこのまま夏までね、このパティオで食べれるようにするとだいぶね盛り上がってくると思うんですけど、ナンバープレートがね、アートを作るっていう、これとかすごいね。かなりねおしゃれな雑貨屋さんがこのラグナビーチ多いですね。
特にジュエリーとか絵を飾ってるねお店がすごいこのラグナビーチの目の前のショッピング街にあるんですけど、かなり高価なね感じのするビーチです。ラグナビーチのお土産屋さんも相当おしゃれ。ビーチに依存してないですね。ラグナビーチを全面的に押してきてるわけじゃなくて、なんかスヌーピーのアートをギャラリーにしてますね。道のあちこちにねアートがいっぱい飾ってあるんで、街をこう散歩するだけでもめちゃくちゃ楽しいですね。ここはWhat, what, 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 what,